高松大輝のミスターチャンネル。こんにちは、高松大輝です、今日は食のプロがおすすめするこの一軒。前回ですね、ボアソルチの黒田さんから紹介いただいた鬼城閣さんに来ています。いや、やばくない？お店見た感じちょっと俺入っていいのかなと思ったんだけど、シャンデリアシャンデリアもあるしさ来たことありますか？来たことは数回ありますあるんですけど、本当にちょっと今日は楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ行ってきます。どうやって開けるんだろう、こうやいたします。お待たせいたしました、はい、こちらピザのマルゲリータでございます。おー、マルゲリータ今やってきたんですか？今やってきたばかりです。はい、岡本さん。岡本です緊張してる岡本さんです。すごいカチカチなんですよじゃあちょっとこれマルゲリータのちょっと説明いいですか？はい、はい、マルゲリータなんですけど、当館がですね、すべてピザは石窯で焼いております。はい、マルゲリータはもうナポリタンの定番のピザで、よりこう石窯で焼いた生地感とかをですね、お楽しみいただける王道のピザでございます。そうですよね、はい、俺ピザ結構食べるんですけど、マルゲリータは本当食べる。あ、本当ですか？じゃあ大丈夫、ちょっと厳しいコメントになるかもしれないけど、いいですか？いただきます。見て、すごいよ。ちょ、マジで田中君ちょっと、いい、うん、いい、食べていいですか？いただきます。お味は、マジで、ボーン。ありがとうございます。これ痛かった、これ痛かった、これ痛かったけど、マジで美味しい。トマトの酸味も効いてるし、チーズもね、うまくマッチしてるし、ボーノ使うよ俺どんどんマジでマジボーン。はーい、おー、クワトロフォルマッチョでございます。え、なんですか？クワトロフォルマッチョ。おー、言ってみてください。クワトロフォルマジオ、フォルマッチョ、フォルマッチョですよね。はい、はい、うわー、ちょっといいですか説明。すごいわこれ、ちょっとヤバくない？チーズ、チーズの量半端ないんだけど。チーズのみ、はい、4種類の、はい、何のチーズが4種類入ってますか？マスカルポーネのチーズと、モッツァレラチーズと、うん、パルミジャーノのチーズと、うん、ゴルゴンゾーラのチーズの4種類。まさか振られると思ってなかったチーズが垂れるんだけど、すごいすごい斜めにするだけで、うわーすごいすごい、見て、うわうわ角度変えたけど、すごいこれじゃあいくよ、食べていい？あ、いただきます。マジうまいこれ。生地がね、もちもち、食感が相当楽しめるわ。うん、これチーズね、すごいわ。ちょっともっと本当こってりのイメージだったんだけど、全然。これ隠し味あるんだよね。隠し味、味変なんだよね。味変するのには何ですか？美味しくお召しいただく方法がありまして、はい、それがこちらの蜂蜜。蜂蜜。じゃあちょっといただきますよ、はい、いいですか？すうわ、すごい、ちょっともう食べるね、はい、最高ボーノありがとうございます。最高、待って、ちょっとね、ハチミツが強いわちょっともう一回ハチミツが強いわ違うって言ってます、違うって言ってます、うん、
ほんとありがとうございました。あ、おいしい。マジで来た方がいいよ、これほんとおいしい。うん、岡本さん、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それですね、はい、はい、次のお店を、はい、紹介してほしいんですよ。はい、いいですか。はい、もちろん。大分市宮古町にある和田彦さん、はい、ね、焼肉屋さん。焼肉、こちらが焼きすき。焼きすき、はい、ちょっとあんまりイメージわかんないですけど、焼きすきです。もうこれはですね、はい、あの説明云々じゃなくてですね、実際に行って食べてもらった方がいいと思います。あ、本当ですか。はい、和田彦さんの、はい、焼きすき、焼きすきに次回は行きたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。当館ですね、3月1日からですね、当館記念館で3周年を迎えまして、はい、日頃の感謝を込めて特別な価格で、3月1日から、はい、3月16日までの期間、はい、ディナータイムのみになるんですけども、ディナータイムだけですね、はい、ピザのマルゲリータを税込みでなんと333円で、はい、本当ですか。大丈夫です。333円です。普通じゃ食べれないよ。素晴らしいね。頑張りました。頑張りましたか。はい、オーナーの方さっき話したら赤字だ赤字だそれはちょっとです、まあ、感謝の気持ちを込めて、感謝の気持ちを込めて、はい、提供、はい、してくれるとお客さん、提供させていただきますので。素晴らしいですね。はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。はい、ありがとうございました。